こんにちは、平井弘明です。今回はですね、スライスボールについて解説していきたいと思います。意識してない時にスライスが出てしまったりとかですね、いざスライスを打とうとしてもなかなかスライスが今度出なかったりとかっていう経験がある方いらっしゃると思うんですが、今回はスライスボールの打ち方について一つ一つ解説していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。ちょっと最初に先ほど言いましたけども、ミスショットでスライスボールが出るのと、スライスボールを打とうとしてこう意外と出なかったりとかってあると思うんですけども、どういう原理というかどういう動きでスライスを打つかが僕もそんな詳しく分かってないと思うんですけども、知ってる限りの知識でちょっと説明させていただきます。ボールポジションなんかは僕の場合はそんなに変えないんです。ドローボールもストレートボールもスライスボールもそんなに変えないんですけども、スライスをより打ちやすいようにするためにボールちょっとだけいつもより左に置いた方がいいです。ボールポジションを左に置いていただいて、スタンスの向きなんですけども、これがターゲットラインですね。これ最初置いた方がターゲットラインで、次にスタンスを取っていただきたいライン、まあスライスの度合いにもよりますけども、若干僕の場合はオープンスタンスにします。こういう感じですね。ほんのちょっとボールを少し左に置いて、次にスタンスが若干オープンスタンス、フェースはターゲットライン、この最初に置いたこっちのラインにフェースは向けて、スタンスオープンにしてますって言いましたけども、クラブの振る方向はそのオープンスタンスの方向に振ります。いいフェードですね。スライスボールっていう感じじゃないです。ちょっと次大げさにやってみたいと思います。あんな感じですよね。さっきより大きいスライスなんですが、ちょっと画面では伝わりきるかどうか分かんないですが、まあ左に行かず右に曲がってる、まあ、スライスボールですね。今打ってるのが6番アイアンなんですけども、これロフトの関係でやっぱりロフトが立ってれば立ってるほどスライスっていうのは打ちやすくなります。ロフトが寝てれば寝てるほどスライスボールは打ちづらいですね。フックボールの方が打ちやすくなってきます。なのでその持ってる番手によって打ちやすい打ちづらいっていうのがあると思いますが、なるべくスライスボールを打つ時なんかはこう思いっきりこうフェースを開いてこうやってカットに打つんではなくて、今の僕のスライスなんかもめちゃくちゃこうやって右手を使ってフェースをこう閉じるというか、ちゃんとインパクトを戻して、その後ちゃんとリストターンでスライスを打ってます。とこうカメラでこうリストターンがうまく撮れてたらいいんですが、今のもこうガバーッとこうちゃんと返して打ってます。だからこうやってスライスを打つわけではないんです。フェースがターゲット向い若干こう向いてて、軌道がスタンスラインにこうやってほんのちょっとカットに振るだけでもちゃんとフェースターンしてもスライスは出ますので、こうやってボールをこう切るようにこうやって打つわけではないんです。スライスってちゃんとフェースがこうやって閉じてスライスを打たないと距離が落ちたスライスになってしまいますので、その辺は気をつけていただきたいポイントになります。次にドライバーでやっぱりあのスライスのミスというのが一番多いと思うんですけども、ドライバーも同じなんですよ。ドライバー一番ロフトが立ってるんでスライス出やすいのは出やすいです。ただちゃんとボールを捕まえていかないとボールはちゃんとしたスライスっていうのは出ないんです。でちゃんとしたスライス何って言ったら、最後のボールが落ちるところが自分のターゲットに落ちなきゃいけないので、自分の目標としているターゲットよりもボールが一旦左に出てターゲットに落ちてくる、そういうイメージを持っていただいた方がいいんですが、それがナイスショットのスライスだとしましょう。ミスショットのスライスというのはターゲット付近にボールが出て出玉が出て、そこからターゲットから遠ざかる
スライスボールっていうのが良くないミスショットのスライスですよね。打ち比べてみます。まずは良くない方のスライス打ってみます。ああいう感じですよね。出玉から右に出てそこからさらに右に曲がる、カタカナのドのところをターゲットだとしてあそこにスライスを打ってくださいって言った時は多少僕は左に構えて、若干曲がりがきつかったですけども、ああいう感じのスライスを打つとターゲットよりも一旦左に出てターゲット付近に帰ってくるっていうようなスライスが打てます。これも前にフックボールの動画撮った時も言ってますけども、これも完全に右手をバンって伸ばしてちゃんとヘッドがリードしてスライスを打つという動作を入れて打ってます。これはですね、まあどのショット打つにしても絶対入れていただきたいポイントになります。このスライスというのは結構その響きが悪かったり打ちたくない球の一つに入ってくると思うんです。スライスボールが嫌だな、打ちたくないな、できればまあドローボール、フックボールが打ちたいなっていう方多いと思うんですけども、逆を返せばスライスボールの打ち方を知っていればスライスボールが出にくくなるんです。それは動きとしてどうすればスライスが出るかっていうのを知ることが大事なので、そうするとそのスライスを打つための動作をしなければもちろん単純にスライスボールが出ませんので、今度はその動きをしないでいただいてフックボールを打つ方の動きを加えてあげると、右に飛んでそこからスライスする OB 付近に飛んでしまうボールっていうのが少なくなってきますので、その自分の動きを理解するっていうこともすごく大事なんですが、スライスを打つ原理を知るということはすごく大事なので、その動きを自分自身で覚えていただくことはすごく大切なことです。なんで今回そのスライスについてちょっと動画撮っていきましたが、どんな球打つにしても必ず自分がどういう動きでそういうミスとして出た球が出てるのかっていうのを自分で分かって練習に取り組んだりスイングを直すということをやっていただければと思います。では今回最後までご視聴ありがとうございました。